あ、今日な帰った後サービスだろ。マジで、あれが470円だったっけ、あの、まだ降りないで、これが470円よって、サービスって。あの以下しか4匹、あの知り合いのところ持ってった。の今の時期だったらこの人絶対ええ。もう今サウナに入るから、もう、ほんま25日、お、なんかコンも引っ張った。タコ釣り、なんかコンも引っ張った。ほんまかいんだよ。うわやな、なかなかこういうやつや、なかなか言うてね、金福君みたいな、金福君より漁師は金福君より、ゴミやった、これこのゴミでもわかんない。あ、タコついてますよ、すごい。イリス、あ、イリス、スナースは持って、これ何つけたの？手羽先。手羽先？だから豚の油とか、だからあの牛なんかの内臓やったら油こっち多いやん。はいはい。ああいうやつで釣ったら油身すっけ。あ、そうなんだ。だから昔は彼岸花って知ってる？あ、秋に咲く花、彼岸花、赤いの。あの根っこが臭いんやん。これがいい。もう一つは面白いね。サロンパス。この背中に貼るサロンパス、あれの昔の白いやつあるやん、臭い匂いするやつ、あれがタコ釣り。うちの弟子が、昔の弟子がな、それ持ってきてやるように、そんな釣れるか言ったら、いや釣れますね言うて、これ釣ってました。まさか、まさか、アジかじゃなかったな。いや、アジ、これからアジがいいで、これから、うん、それが僕らずっとカニ早いからカニ釣ってる、はいはい、ここにおるカニ、だから網持ってきよったのカニ取ったのに、今年夕方カニがよう出てきよったから向こうは、ここはあんまおれんけど、どっちカニおって、これそう、何のそう、え、これ島のだけど、それ文字円筒よ、円筒よ、ね、うん、次ざ、次の竿、高い、安くないで、しまう、うん、これ、ラインは右の4号、うん、投げ釣りは、あの、2号、うん、これは、タコ釣りやから、引っ張り回るから、4、うん、まだ釣れへんの、まだ塩早い、あんまり投げたかん、投げたかん、さっきタコとなんてなかった、あ、外しな、ここは去年こんななかったもんね、去年じゃあ、ほとんどもうちょっとずつ引いていく、ほとんど、うん、いや、あの、もうこう手出しって言うな、はじめは、はい、今の時期は手出すもんね、はい、ちょんちょんちょんちょっかいだもんね、はい、それで、お互いに向こうもこうしようから、こっちもこう来たの、ね、結構だんだん手が2本になってくる、3本になるな、それでじわーっと抱いてくる、それまで時間がある、今もう産卵に入ろうとするから、こんな石の間にタコが出て、足に2本か3本出とんの、それで目ん玉が前にあって餌が通ってったら食べろかどうしようかって、もう産卵症を戻るから、それでその途中まで力で巻いて、途中から行く巻くいうのを言わんかったら、一生で巻いたままでさ、タコ飛んできてる、ビャーッと抜けてる、巻いたらあかんの、この水、下から上、ちょっと浮かすのに強引に巻かなかった、大きいタコやったら、自身に落ちてもらうもん、もうまず巻けてまうから、それを初めだけ強引に巻くの、あとはこうゆっくり巻かなあかんの、それ言わんかったら、その手をシッと思ったら、自然だったらしいよ、ずっと巻いてんの、その辺がガンタコ飛んでいるよ、パッと抜けてんの、もう逃げねえけどな、